なんて悲しい話だ。自分の父親すら救えなかったのか。教えてくれ、なぜロシアの女が連合国の極秘作戦に参加している。私を脅しているつもり？腰銀塾お前は私を誤解している。脅しなど必要ない。必要なのは叫び声だけだ。それでお前の仲間は何でも話す。どうして？私が女だから。こういうことには慣れてないようね。さて、連合国の他の任務について話せ。話すような価値はない。そうか。では何なら話す価値があるんだ、お嬢さん。フライジンガー、奴を連れてきて。積もる話があるから。檻に戻せ。シュタイナー上級大将の記録を持ってきてくれ。ロシア人スナイパーの写真もだ。ああ、レディ・ナイチンゲルだ。それと、閣下、あなたに会いに行こうと。女から裏付けが。他の仲間は死んでいます。そうなのか。アメリカ人がテンペルホーフで逮捕された。飛行機を盗もうと。そんなはずは。お前は捕虜たちに騙されたんだ。そして私の顔に泥を塗ったな。そのアメリカ人が連行されてくる。私が尋問しなければならないのであれば、お前は用済みだな。怪我は？その目は不思議な。優しくしてやったのに。何を話したんだ？拷問のコツを教えた。落ち着いて。口裏は合わせたから。奴は信じたか？フライジンガーの名を出したら口をつぐんだ。ここを出たら最初にやりたいことは映画鑑賞だ。三銃士を見たい。エディス村に首ったけなんだよ。ルーカス、お前はここを出たら何をする？俺は家に帰ったらラミントンを食いまくる。三食ケーキを食べるんだ。お前はあれだろ？ああ、俺はバーバラに地元でビールを飲ませてやりたいな。この地獄の戦争を忘れるまで。彼女が生きていればいいが。私の家族は死んでしまった。何かを感じるのはドイツ兵が命乞いをしているのを見るときだけ。だから私はいるべくしてここにいる。ウェイドは期待した通りに現れた。
俺の計画を知らなかったのに役割を果たしたんだ。チームはあいつを見限っていたが、俺はいつものようなデタラメぶりに期待していたのさ。もう一回やってみな。お互いにただじゃ済まねえぜ。君の仲間は嘘つきだな、タイ。タイ？ようやくだな。敬意を払ってくれた。お前、飛行機で何をしようとしていた？ナチスを見たら太平洋戦線が懐かしくなったんだよ。他にどんな嘘をついているんだ。ウェイドは相手を口車に乗せるのがうまいんだ。あいつのミッドウェイでの武勇伝を聞けば話を持ってくるタイプの人間だとわかる。話をするたびに少しずつ食い違いが生まれていたからな。敵機の数が増えていたり沈めた空母が増えていたりした。しかしその作戦の報告書を読んでウェイドの誇張なんてわずかなものだとわかったんだ。いいか、目標は日本の航空母艦2隻の破壊だ。 VSVB 隊が括弧撃破を試みる。 FS 隊はそれを援護しろ。天気が持てば気づかれる前に攻撃できる。太平洋を制するには勝利が不可欠だ。では空母を海の木図にしてこい。ただでさえきつい任務で運命の一戦なんて。ヘルナンデス、俺はこのために生まれてきたんだ。俺は違うがな。急げジャクソン。今朝機体の修理が終わった。アイキが待ってるぞ。ちゃんと名前だってつけてある。俺たちの機体に名前だと？なんで黙ってた？言うつもりだった。敵艦隊の位置は把握できているのか？だといいな。やり遂げたら歴史に名が残るぜ。かもな。まあ歴史なんてどうでもいいから、今日くらいは極限飛行を控えてくれよな。極限？言ってくれるな。ったく、昇進できない理由がわからないか？何が悪いってな。これはお前一人の賞じゃないんだぞ。戦争だ。生きてうちに帰りたいだろ。俺が連れ帰ってやる。お前はケツだけ守ってろ。おい待ってくれ。あげてやるよ。あげてくれ。この作戦で何個勲章をもらえると思う？俺専用の勲章でも作ってほしいもんだ。俺たちはチームなんだ。今度変態を崩したらデイビスに勲章を取り上げられるぞ。変態なんて足手まといだ。俺の苦労がわかるか？あれを見ろよ。最高の飛行日和だ。天気が持てばいいが。よし、さあ仕事だ。アイキが待ってる。ジャクソン、お前より多くゼロを落としてやる。おい、こいつを煽るな。コムは異常なし。飛行前点検しろってさ。後ろの昇降だわ。昇降だに問題なし。補助翼をテストしてくれ。右翼よし。いいぞ、今度は左だ。左翼も OK。 エンジンの回転を上げろ。ブローさせるなよ。よく回ってる。いい音だな。スロットルを戻せ。
だ。ヘルナンデス、準備は？お前と同じくらいできてるよ。よし、スロットル展開。ブレーキを解除しろ。クソ真面目かよ。レッスンを楽しもうとするなよな、まったく。それで、彼女の名前は？どの女だ？期待だ、この期待。まだ覚悟はつかないのか。まあ、そう割り切れるものじゃないだろう。いいさ、機密にしておいてくれ。S10 から全機、編隊を外れたのは誰だ？何がおかしい。おい、まさか。ガッサ！どこからともなくゼロが現れやがった。雷撃機を狙ってるぞ。戦闘飛行隊はまだ来てない。 S-17、敵機を追尾しろ。とっくにやってる。ヘルナンデス、後ろを守れるか。 MG を使う。あつらを雷撃機に近づけるな。ついてろよ、ヘルナンデス。密集しろ、観測射撃に注意。高度は3000フィート。放射砲に近づくな。2000フィート。全爆撃機、目標だ。もう少しだ。今だ、早くしろ。気をかせ。よくやった、S-17。本当にやっちまうとはな。ゼロだらけだ。強行突破するしかない。放射砲がある限り上昇はできない。またゼロを上げてきたぞ。多すぎる。乱戦になってきたな。ダクソン、マジで近づく。俺の後ろにゼロがいる。逃がさねえ。敵の通りが来るぞ。さらに来るぞ。また変態を上げてきた。まったく、どこから湧いてくるんだ。まず、ゼロを。前方にゼロを確認。奴ら
全滅したぞ。狙われてるぞ。消消しないと。GD 隊からの応答がない。今なるか。上昇し、もう一度やるぞ。ケツに食らいつかれた。なあ、くそ、まだ俺たちを撃ってくれ。全速力だ。もう少しで射程外に出る。振り切ったか。消えは見えない。おい、気をつけろ。大丈夫か。もちろんだ。前方にゼロ、急接近してる。撤収しろ。あと数百フィート。もう少しだ。
腕利きの称号に惹かれた。対戦時の優秀なパイロットの一人だが、あいつにはチームが必要だったんだ。問題はどうやってそれを自覚させるかということだった。